はい、今日はですね、ある撮影をするんですけど、その後にしほちゃんにドッキリをしたいと思います。みなさん、りみちゃん見せてください。じゃじゃん、みなさんこれは何だと思いますか？見たことある人もいるんじゃないでしょうか。これは海苔じゃなくて実はプリンなんです。笑ってちゃダメで、バレちゃう。しーちゃん来ちゃう。早くしーちゃん来ちゃう。これなんと800円で売ってました。はい、じゃあこれをちほちゃん撮影後にそのままカメラを切ったふりをしてカメラを回し続けとくので、で、りみちゃんが工作を始めたいと思います。大好きな工作、いつも工作してるので疑われないんですけど、糊をね使うということで、こちらのね糊を使っているように見せかけ、なんと食べてしまうという感じにしたら、のりを食べたリミを見てどういう反応するでしょうか。やってみたいと思います。うまくいくか分かりませんけど、ちょっと試してみたいと思います。小声ですが聞こえましたでしょうか。あ、まあまあ、おでこが映ったよ。嘘、カットしといて。おでこはいいんじゃない。やだよ、おでこやめて。初登場。やだよ、おでこやめて、ほんとやめて。モザイクしといてね。めっちゃ油そうか。絶対モザイクしといてね。モザイクしながら怒るからね。すごいテカってたから大丈夫。だからね、やめすぎて。はい、じゃあ、いいですか。じゃあ、まあ、ある撮影をした後に流れ的に持っていきたいと思います。はい、じゃあね、バイバイ、またね。じゃん、うん、だからこの色でいいかな、うん、ピンクの色ないんだね。オレンジとかでもいいんじゃない。オレンジか、ほら、あーかわいい。本当にピンクないかな、うん、赤は赤のさ、ミミ何つけるの。あのマイクラの豚さん。あ、赤だっけ、ちょっとピンク、うん、ピンクだけど、ピンクがないから、ね、赤の、うん、裏のここにしよう。珍しいね、使っちゃったのかな、ピンク。うん、もうね、あのね、しーちゃんがピンクちょうだいって言っててさ、黒ある、黒ある。ん、じゃあパパ、エンダーマン作ろうかな。いいよ、エンダーマン。確か、うん、あった。灰色、目じゃない、灰色、うん、はい、はい、あと灰色。じゃあこの折り紙の、ね、作る動画があるから、うん、これを見ながらやってみようか。はい。でも簡単そうだね、ただ四角にするだけだ。あ、四角ね、うん、止めて、うん、よいしょ。好きだね、リミは工作が。そうなの、好きだね、好きなのです。どう、いつもなんか作ってるよね、机で。うん、そうだね、寝る前とか作ってるよね。うん、なんかね、机の片付けしてって言ってるそばからね、気づいたら工作してんだよね、いつも。で、しーちゃんがね、ちょっと不機嫌になる。そう、切れ気味なの。ノーリミー、片付けてって言ってるのにまた工作してるって。ここそうだね、うん、リミね、もう分かっちゃったよ。分かっちゃった、分かっちゃった。作り方、作り方
パパのせいだ。そしたら、みーちゃんがこうして、こうするの。みーちゃんマイクラやってんの？違う、TikTok。 これがさ、面白すぎて。パパ追いつきた？本当だ、これが好きだし、面白くて。追いつきた？追いつけてない。何やろっかな。 YouTube でバンユー見るか、TikTok でいろんなの見るか、スシローのアプリでお腹を空かせるか。なんでスシローのアプリ見なきゃいけないんだ。好きなの。好きなの。あとスノーで、スシローのアプリか。スシローのアプリでね、メニュー見てお腹を空かせるか。なんでお腹空かせるの。わざわざ面白いな、スイちゃん。面白いでしょ、よく言われる。言われる。ママによく。お腹空かしてもスシロー行けないよ。そうだよ、今日はスシロー行かない。うん。しーちゃん、なに？あのさ、うん、見て、豚できた。すごいじゃん、白だけど、ね、ピンクなかった。折り紙なんだ。あ、うん、そっか、折り出てるもんね、折り紙。それでさ、うん、今からさ、のりつけるから手伝って。いいよ。ここにね、のりつけるからね、持ってて。足りるこれ。これ足りる。うん、足りる。足りなくなるのが。うん、違う、そうじゃない。こう、こうするんだ。そう、そそ足りるね。いい。こうするんだ。うん、シータ持ってってよ。すごい、泡みたいだね。近い。ね、笛木のり初めてだね。ね、幼稚園で笛木のりっぽいのを使ったことあるんだけど。っぽいの。見て、白いボンドみたい。本当だ。匂う？うん、いい匂い。いい匂いする。ちょっと、ミミ？ミミ？ミミのり食べちゃダメだよ。何食べてんの？のりを食べたの？ミミ、ちょっとお腹壊しちゃうよ。今ちょっといい。なんか変な子。今あなたのお腹の中に海苔が入ってますか？そう。海苔が入ってダメだよ、ダメだよ。あ、でもいい匂いするね。本当？ちょっと。海苔よりでいい匂い。もう食べちゃダメだよ。ダメだよ。美味しい。ダメだよ、でも食べちゃ。ちょっとのブクブクしてきね。美味しいって、海苔美味しいって言うの初めて見たんだけど。パパ食べた。パパびっくりした。あれ、海苔って食べれんの？え、これ食べれんじゃん。ダメ、海苔つけよう、ほら、海苔つけよう。しーちゃんもちょっと食べてみる。いいよ、いいよ。ちょ、いいか、じゃあ、リミアーンして。やだ、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 やだ。ねえ、海苔、ね、海苔食べちゃダメ。やだ。ね、リミ、リミ、お腹壊す。いいや。いいよ、ダメだよ。ダメだよ。なんか壊すって。はい、コーラ。没収されて。なに、そののり好きやん。おかわり。おかわり。液状のりとかも食べれるけど。食べれる。嘘。はい、リミアで何でも食べれるシーズン。スマホ食べて。折り紙食べて。いいよ。消して。食べてなく。消して。ねえ、液状のりを食べれる。食べて。食べる。ないよ。なんで食べて。本当に、のりだよこれ。うん、知ってるよ。のりだよ。うん。意味おバカ。しーちゃん、これね、実はプリン。プリン。1個400円で2個は800円セットで売っててね。そうなの？ドッキリで使おうと思って買ってきたんです。手で食べる。でもまさか手で食べるとは。
でもめちゃくちゃさっきね、石鹸で手洗ったから。あ、そうなの？おいしい？で、じゃあこれつけるのに、のりは？のりはない。え？え、これもドッキリの設定？そうそう。せっかく作ったのに。じゃあカメラ回しっぱなしです。え、どこ？この、ほら、さっき撮影したカメラ。この遠くにあるやつ。これが、え、これがこれくるってなって、あの見えないようになってる。そう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 。実はこれまだつけっぱなしでした。さっき撮影したでしょ。そのままです。飲んでるよ。え、びっくりした？しーちゃんびっくりした。お腹壊すと思った。お腹壊して、パパ学校に持ってくる。面白かった。うん。ダッキリー大成功。引っ掛けられた自分が言ってるっていうね。大成功。じゃあしーちゃんの分も1個あるから食べてみる？食べてみる？食べる。うん。美味しそう。いただきます。どう？すごい目がまんまだな。美味しい。おいしい。練乳ミルクプリン、おいしい。してなんか練乳とミルクが合わさってね、うん、本当にね、うん、甘くておいしい、うん、それではバイバイ。バイバイ。ドッキリ大成功。ふふ。グミ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 ベア。三次元おやつ。